うわ、血が毒毒、シーツが血まみれに。こんな経験したこと一度は必ずあるはず。これなんでこんなことになるのって、留置針を留置して最後に内藤を抜くんだけど、この内藤を抜く前に針先の血管をこんな感じでしっかりとね押さえていないと、さっきみたいに毒毒血液が漏れ出ちゃうってことになっちゃう。だから必ず2本で押さえて、その後抜いて。